はい、皆さんこんにちは、弁士の佐藤です。入門講座もね、そろそろいろんなのが始まっていくんですけども、今年度も、入門講座ワイドクラスって形でやらせていただきます。で、どこが違うのかっていうところですよね。まあ、通常のクラス、まあ、ベーシックとか、あるいはいろんなクラスがあるではないですか。あるいは多項もあるかと思うんだよね。一番違うところが、まず最初に1月25日からエッセンシャルっていうのが聞き取ることが可能になります。で、これ全部で今回は18回やるのかな。で、大体入門講座でやってる内容をやってしまいます。中間すでに取っちゃってるんだよね。で、これを普通じゃ昨日講座だったら4月からずっと始まっていって一回一回取るわけでしょ。で、これをそうではなくて、すぐにやってしまいましょうねっていうところがまず一番ポイントになりますね。で、まずこれで頭をね、クリアにしてもらいたいっていうか、枠を決めてもらいたいんです。で、試験勉強っていうのは書いてあるように枠はちゃんとあります。ゼロから100までだいたいやれば枠になるんだよね。だからこれ完璧にやるって話になると担当を細かくやってしまって枠を埋めちゃうって話になるわけです。で、担当の枠を超えちゃうものは出てきませんからね。試験ってこの枠になるんだけど、ただしエッセンシャルでやる部分って言われてくるものはこんなこの薄い部分点々に変えたような薄い部分を一回まずやってしまいます。そうすると1年間かけてだいたいどのくらいのことをやると試験って受かるのかなっていうか、だんだんと分かってくるのかなって思います。で、できればこのエッセンシャルって言われてくるものを常に持ち歩いて聞いてもらいたいわけですよ。で、何度も繰り返していかないと、特にこの試験って社会人多いではないですか。社会人にとってみてはまず通勤通学の時間って極めて重要なんですね。で、これでまずいわゆる知的財産権の体系って作ってもらいたいんです。で、これ終わりますよね。終わった後に同じことは絶対やりませんから、じゃあ何をやるかというと入門コンプリート、入門講座をやるのかなっていうとやりません。なぜかというと、もうこれでやってしまってるからね。そこで今何かというと、入門の単元に合わせた担当のね、担当の学問についての撤回をやっていきます、ね。いわゆるこの試験って一番今難しいのは択一試験なんだよね。やっぱし丸×って明確に切るのって結構しんどいですよ。で、それを択一の単元に従って入門の単元に従ってやっていくのが入門コンプリートって話になります。大体そうするとそうだな、これ0から100が入ったとすれば入門コンプリートで70ぐらい入っちゃうかな。一応一回ね、これで回すって話になります。で、これが8月までなんだよね。4月から始めて8月で大体8割型から7割型の入門の担当の知識って入るって話になってるんです。で、それと合わせて次終わってしまった後やるのが論文コンプリート。で、これは平日にやります。で、これも全部過去問中心にやっていきます。なんで過去問って中心にやらなかったらいけないのかってことだけど、やっぱね、違うんだよね。予備校で作ってる問題と本試験の問題ってよく作っていますよ。で、そういった意味では論文コンプリート、これも過去問使って、読み書きってまずやっていきますね。まず読む訓練かな、手話ね。それやっていきます。そして担当コンプリートってあるんだけど、これは全部やります。この幅全部やってみて繰り返すわけですね。そういった意味では何回繰り返してるかな。エッセンシャルで1回、入門コンプリートでもう1回、論文コンプリートでもう1回で、担当コンプリートで全部って話になりますので、4回ぐらい回してるのかな。で、インプットの数が多分一番多いんですよ。で、このくらいやらないと本当は1年で受からない。どうしてかというと、昔の、ね、回数で今までずっとやってきたわけですよ。ただそれだとどうしても今試験のね、科目の数って増えちゃったでしょ。一番典型的なのが条約ですよね。我々が受けた時は2科目でも、今といったらそうではないって話になるでしょ。あるいは著作権不正競争防止法っていうのが13年改正から入ってしまってるわけですよ。これも含めて通常通りの回数では終わらないわけですよ。したがってどうしてもこういう形でやらないといけないっていうところと、あと足切り入ったよね、担当で。そうなっちゃうと確率が取れませんってことになると分からないわけですよ。それも含めて年内中にやりますってことになるわけかな。で、言ってみたらポイントは過去問重視ですよってことです。これ以上のところから出てこないからですよ、まずは。そして過去問の必要性、なぜこれが必要かな、講義でやるのかなっていうと、なかなか自分では解けないんだよね。特に数年やってる方は多分解けます。でもそうじゃない方にとってみると難行虚業になっちゃうのが担当の過去問なんだよね。場面がね、想定できないですよ。で、パッと特許と聞いた時に分かりますかね。離婚とか殺人とかって言ったら聞いたことあるでしょ。でも特許はどうなっていて、遺書はどうなっていて、商標はどうなっていてっていうのは多分あんまりね、身につまされていないと分かんないと思うんですよ。したがってそういった意味では過去問を重視して幅をやってしまうんですよね。
あと年内中に終わらせるってことがこれ絶対必要、インプットは。なぜか、この後アウトが待ってるからです。アウトプットについてはそうすると12月に年内中にインプットが終わってしまうと1月、2月、3月、4月、5月が担当ですね。で、論文がある9月、7月ぐらいになりますので半年できるわけですよ。半年間、約半年間ないとやっぱし論文の型ってできないんだよね。これ教えてもらってできるもので通常ないんです。まあ、基本的には、まあ、ある程度教えますけど、ただし自分なりのやり方ってあるんだよね。それ自分なりの型を作るためには半年間ぐらいやっぱしかかります。まあ、そういった意味ではだからなかなか一発合格者って出ないっていう状況になってるのかなと思うんですよ。まあ、それも含めて年内中に終わるっていうのは一番これメリットになるのかなと思います。あとはインプットの講座内容が 1.5 倍、まあ、量としてはあります。質的には多分2倍、3倍ってあるのかなと思いますので、ぜひですね、この知的財産権全般について知りたい、ないしは複合的に知りたいって方はこの講座ぜひ足を運んでみていただければと思っております。